はい、今週の注目、はい、住所です、はい、第69回安崎で、はい、ですね、まあ、ダービー終わりましたけど、まあ、はい、安崎なんで超豪華メンバー、心躍る戦いというか、ジワンが7頭です。うん、はい、そうですね、まあ、もちろんアーモンドアイと、そうね、ダノンプレミアムの、そうね、同世代の男と女の、うん、対決、初対決、そうだね、まあ、それが東京のマイルで行われるということですけど、はい、どうでしょう、ね、どうなの、まあ、アーモンドアイは最終追求でね、攻めてきたかなって感じですよね。そうね、最後ね、うん、ちょっともっとさらっと終わるかなと思ったら、うん、意外としっかり追ってラストの伸びもすごかったですね。マルベージョキってラスト12秒2だったな。そうですね、うん、もう、まあ、日本のウッド雨降ってたからね、まあ、そうですね、雨降った中でその、ね、タイムはすごいですよね、やっぱり、うん、やっぱり持ってる脚力は違うなっていう感じです。すごかったね、エンジンかかったらあっという間に積み切れた。まあまあ、あの感じだと海外遠征の疲れとかそういうのはあんまり心配しなくていいのかなと。大丈夫ですか、はい、良さそうです、うん、またあのプレミアムもね、うん、まあ、マイル戦ではね、むしろダービーしか負けてないわけですから ね、まあね、うん、まあ、それもアクシデントがあってのダービーだったからね。そうですね、まあ、まあ、ほぼ無敗みたいな感じだけど、まあ、うん、まあ、このまま先行できる橋があるのが、うん、今の東京の馬場よりいいですかね。そう、止まんないからね、東京の馬場は、うんうん、まあ、前に行けるっていう分有利ではあるけど、どうなんでしょうか。強いと思うよ、この馬も。僕はかなり強いと思いますダービーだって本命にしたんだよ、俺僕も金庫賞は本命にしましたまあちょっと楽しみだね。そうですね、まあ、レースとしてはやっぱダノンが前目の好位につけて、ね、あ、問題はその後ろから直線は、まあね、まあ、どうだったらこの2頭が、ね、どっちかっていう競馬になるんだろうから、うん、楽しみなレースになると思いますけども、他ではやっぱアイボリッドだよな。もう、うん、前走がアメリカ帰り、はい、であのハイペースで残るんですからね、まあ、残るっていうか、まあまあまあ5着でしたけど、うん、まあ0秒4差、ね、とんでも1分30秒台のタイム引き出したのはこの馬ですからねものすごい時計で走ったからね、うん、まあ、中2周なんでちょっと疲れが心配だなっていうのはあるんですけど、まあ、調教も比較的やっぱ軽め、まあそうね、この最終期の単走だったしね、うん、まあでも時計はね地味でしたけど、うん、もうなんか調教師菊田調教師もね、まあ、あの時計を出さないようにするのが大変というかね、まあ、抑えるのが大変だったって、もう疲れたって言ってるぐらいもう2コーナーまで結構なゴールしてから2コーナーまでね結構な勢いで走ってたんで、まあ元気でやることは間違いないかなと、うん、まあ展開的にもこの馬がまた引っ張る感じになるんでしょうね。なんかまあちょっとスタート出足はそんなに速くないけどね、前走でも久々に出していく競馬したことで、うん、今回行き足つきやすいんじゃないかなっていう感じはしますよね。こんなにスピードあるんだぞって一回あのアメリカのジョッキーにビデオで送りつけたいって言って本当はこんなにスピードあるんだぞって菊田調教師が言ってました。そうですね、やっぱりあの日本人ジョッキーがいいですねあとは、まあ、ステーブリオも見物までは動き自体はね、まあ、良かったですかね、最終的にはね、まあ、まずまず感動も良かったかなと思うんですけど、ね、ちょっと前回が何にも反応しないで終わっちゃったんでね、その辺どう立て直すか、うん、まあまあマイルの方が合っているのとは思うんで、やっぱり、うん、まあ、あんな結果にはならないかなとは思いますけど、はい、とはどうジャンバー来てるんですよ。ああ、どうして走るしは考えます、はい、あとはまあ関西は、うん、で言えばインディ
ジャンプは左回りの方がいいのかなっていう感じはするんですけどね、はい、まあ右でも走ってますけど、まあ、前走に関してはマイラーズカップ4着でしたけど、1週前の調教がちょっと緩くなっちゃって、体重も10キロかな増えてちょっと重めどころだったみたいなんですよね。今回はまあきっちりやってくるでしょうし、うん、もうちょっと反応が良くなるかなと思います。まあ前走は力負けみたいな感じになっちゃったんですけど、まあもっと抵抗できる馬だとは思うんでね。僕が個人的には気になるのはロジクラリです。ああ、うん、ね、まあこれもね、もともと左回りの方が成績がいい馬です。マイルは走るもんね。そうなんです。まあマイルはまあ富士ステークス1分31秒かな、うん、まあメンバーは全然違いますけどね、いい時計持ってますし、まあ、僕はやっぱここのところ時計早いんで、ずっと専用の流れ、専用の流れを経験している方が足が溜まりやすいかなっていう印象もあるんで、まあ、前のスタミナはもともとあるっていうことで、うん、その辺経験してるっていうことでかなと思います。フィアードローバーとかも面白いんじゃないですか、専用で。まあそうなんですけどね、うん、このままでも左回りです。当然大変でしょ。左回りでね、全く結果が出てないのがちょっと気になるんですけどね。まあ、1回でもね、左回りでいいって走りしてれば、そう、うん、本命候補かなと思うんですけどね。モザースコットはね、まあ去年の勝ち馬ですけど、なんで安土城ステックス使わなかったかね。めっちゃ重くなっちゃうからね。いやまあでもなんか、KO 杯使う予定だったらしいんですよね、もともとね。ただそれでちょっと軽い、やっぱ去年みたいな安土城からこう連動してほしいかな。まあでも軽いね、フレームもであって KO が使えなかったみたいなんで、まあその辺は調教で今週の最終日でえらいやってきてる、もう攻めまくってるみたいなんで、ね、どこまで持ってこれますかね。まあそんなとこですか。そんなとこですかね。あとはまあサングレーザーとかその辺もいらっしゃらないとか、いらっしゃらないとかね、前の実績も出てきます。はい、非常に楽しみです。ということで、お楽しみに。失礼します。